皆さんこんにちは。今私は息子のお迎えに行っているところです。今日息子はサッカーでバスに乗って少し遠くまで行っていました。そのバスが5時半に小瀬スポーツ公園というところの駐車場に戻ってくるというので、そのお迎えに向かっているところです。日本のよくある風景が見られますので、ぜひお付き合いください。では行きましょう。高校生がいますね。今高校は夏休みなんですが、夏休み中でも学校に行く子は多いです。小学生は夏休みは普通学校には行かないんですけど、中学生と高校生は部活というものがあります。で、部活は例えばサッカー部だったり野球部だったりバスケ部だったり、あとは吹奏楽部だったり美術部だったり、いろいろあるんですけれども、部活の練習が夏休みの間もあるところが多いんですね。なので制服を着た子が夏休み中でもいます。あ、日本は中学校と高校は大抵制服があります。小学校は普通はないです。確か7月23日ぐらいから夏休みに入っています。で、夏休みが終わるのが多分8月の20何日で、8月の26か7か8ぐらいからはもう高校が始まると思います。で、小学校と中学も同じようなスケジュールです。で、そうするとお休みは35日ぐらい。目の前のあのビルは甲府高校なんですけど、中学校も同じ敷地内にあって、私立の学校です。そうですね、あそこは多分月5、6万ぐらいはかかってくると思います。公立の小学校と中学校は基本は無料なんですね、義務教育なので。で、ただ学校で使うあのワークブックみたいな教材とか、あと給食費は親が払います。あと修学旅行の積立金とかもあるので、だいたい年間小学校が12、3万、中学校が15万ぐらい。高校はもう無料ではないんですが、親の収入によっては無料になったりもします。で、高校は給食はないので給食費は払いません。じゃあここを左に曲がります。川が見えますか？右手側に川があります。で、天気が良ければ本当はこの道から富士山がきれいに見えるんです。でも夏はいつもこんな感じで
よく見えないことが多いです。秋と冬はとてもよく見えるんですけどね。お気づきの通り、日本では車は左側を走ります。日本では免許が取れる年齢は18歳です。普通は高校3年生で18歳になるんですが、高校は普通免許を取ることを禁止しています。なので高校生のうちは免許を取れません。で、高校卒業してから免許を取ることになります。大学生はよく春休みとか夏休みの休みを利用して免許を取ります。自動車学校に通わなければならないんですけど、だいたい30万円くらいかかります。それからですね、この川は荒川と言います。荒川って漢字で書くと荒れる川って書くんですけど、これ荒れるっていうのはつまり洪水を引き起こすような、そういうおとなしくないってことですね、川が。で、そういう川はみんな荒川だったので、割と日本のいろんなところに荒川はあります。みんな川がよく荒れるから荒川って名付けたんだと思います。私は埼玉県の熊谷市生まれなんですけど、そこにも荒川がありました。熊谷はすごく暑くて有名なんです。日本記録も持ってまして、41.1度っていうのを出したことがあります。2018年なんですけど、でその後に同じく 41.1度を出したのが静岡県の浜松市だったと思うんですけど、なんで2つ日本記録があるところがあるんですが、熊谷もそうなんです。実は甲府もすごく暑くて有名なんです。見ればわかるように前が山じゃないですか。で、後ろも横も360度全部山なんです。で、そういう地形のことを盆地と言います。暖かい空気は上に行くので、冷たい空気が普通ならそこに流れ込んでくるんですね。でも全部を山に囲まれていると、そういう空気の循環が起こらないんです。空気の入れ替えが起こらない。なので盆地は暑いんです。なので夏は私はもう外にできるだけ出ないですね。昼間は一番暑い時間帯がだいたい午後の2時から3時なんです。その間は絶対に出ないですね。ちなみに今日は7月28日、今の時間は5時26分です。でもうまだ30度超えてると思います。今の気温通りという通りです。私今南に向かってるんですけど、北にずっと行くと甲府駅があります。今西松屋って子供の服屋さんなんですけど、新しく子供の服屋さんができるみたいですね。越えたら左に曲がります。
私のうちの車こうゴゴゴゴゴゴって変な音がし始めたんですけれども、この車もう17年目なんです。この前何かで読んだんですが、日本の人は7年ぐらいで車を買えるそうです。もうびっくりしました。そんなに贅沢してはいけない。7年はちょっと短いですよね。私はこの車が壊れるまで乗ろうと思います。あ、この変な音はちゃんと見てもらって大丈夫だって言われました。ただ音がなくなることはないそうです。どんどんうるさくなるって言われました。まあでもね、乗れれば、危険じゃなければいいんです。はい、じゃあ左に曲がります。もうすぐ着きますよ。で、今右側に見えるこれグラウンドみたいのが見えますが、これが小学校ですね。ここは児童数が1000人を超える小学校なんですけど、甲府市では大きい方です。都会に行けば1000人超え の学校はいっぱいあるんですけど、山梨は割と小さい学校が多いので、1000人超えるとわ、大きいねっていう感じがしますね。すぐそのお迎えする場所の公園の駐車場に着きます。ここは小瀬スポーツ公園っていうところです。ここは武道館とか、あ、スケート場とかがあったり、あとまあ普通に体育館と野球場とサッカー場といろいろあるところですね。皆さんお疲れ様でした。今日の動画はここまでです。もしこの動画が面白かったら、いいねとチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。